というわけでございまして、かがしチャンネル、かがしちゃんですが、まああのね、はい、やらされてる感が本当満載のこのチャンネル。結構頑張ってますよね。結構頑張ってますよね。ね、これ一番苦手、得意じゃないですよ。一番得意じゃないですよね。もうそのために俺、はい、一生懸命家探ししてさ、昔の映像とかさ、はい、あ、そうですよね。そうですよ。あの差し出してるのに、なんか新しく撮り直せとかいうやつで、やってるんですけどね。そうですね。はい。確かに。なんかあれですか、新メンバーの話とか、うん、そういうのとかも、出てて、なんかね、うん、あのやっぱこのなんていうんですか、菊池さん、はい、菊池さんはどうするんですかみたいな、うん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 、全然見てくれてないんですよ。そうですね。ツイッターフォローして、はい、あのかがし指導おめでとうございます、うん、楽しみにしてます、うん、でなんであの何ですか、うん、ハッシュタグハッピーダンバラさんなんですか、はい、菊池さんはどうしたんですか。見てくれてるのそうですよね。見てくれてれば分かりますね。見てくれてれば分かるんで、ね、あのだからもうその完全にスルーしようかなと思うんですけどもうだからハッピーダンバラ君もね、ただねハッピー君が、はい、あいつがねまだ本気にしてないんですよ。かがしに入ったこと。ああ、でも確かにそうですね。それはちょっとね。ちょっとね、確かにね。もうかがしだよって言って、ね。確かに。信じてくれてない。1回目の時もいなかったですもん。いなかった。いなかったです、ね。だから本当、本気でタトゥー入れさせようと思って。本当にそれっす。でも本当に。本当に。本当に。それもあれだよ、額にだよ。じゃないですか。一番じゃないですか、それ。下にこうで。どってけ？け？じゃあかがし。ああいいですね。いや高円寺でも見ないそんなパンクバンドのボーカル。いやもう本当に、うん、あかがしの新メンバー。新メンバー。ハッピーダンバラです。はい。ハッピーくん。さっきまで本当大丈夫ですか。歌ってえどういうことですか。そうですね。でそれは言わないです、ね。だから菊池さんのパートは全部覚えてもらいますからね。うん、これ始める時に、そうですね、確かに。実はハッピー君あの加入っていう話はもう 1、2年前ですか。うん、もう2年ぐらい前。2年ぐらい前ですね。にあのしてまして、うん、で準備期間もあったわけですよ、うん。その時に僕が言ったのは。うん、まあ、かがしの今までの数々の名曲、何枚アルバム出してましたかね。3枚、4枚、オリジナルアルバム4枚、ベスト版1枚、うん、そうですね。ですか、万博、万ひろし、あ、5枚か、スケアクロー、万博、マンダーラ、ベストでしょ。6枚出してますね。のうち、はい、まあ、菊池さんが歌ってない曲もあるんですよ。僕がソロ撮ってる曲とかあるんですけど、まあほぼほぼユニゾンで歌ってるんで、その部分を全部覚えてもらわないと。そうですね。そういやだから僕もだからそれでも本当だから準備期間ということで、まずだからかかしの楽曲を知らなきゃなと思って、そうでしょ、 CD 屋さん行ったんですよ、はい、売ってないんですよね。どうやって手に入れたのか。ヤフーオークションですよ。やばい、そうだね。これ厄介なのは、うん、俺かかしこれが嫌だなと思ったのは、うん、人気あるからちょっと高いですよ。ね、ちょっと定価より高いんですよ。高いんですよ、うん、ね、そういうことなんだ、ね、だから自分で、まあうん、アルバム探して手に入れてもらうっていう。今の3枚です、私は3枚までクリアできないんですけど、今聞いてて、今3枚だっけ、そうだ、あ、そうだ、持ってないわと覚えてもらう楽曲いっぱいありますね。ありますね。曲数結構多いっすよね。そうですよ。私ね。それで今度はあのニューアルバムね。では今年の終わりか。まあ夏ですね。今年秋はレコーディングスタートさせたい。たいですね。まあ僕ら伸びるんで大体。はい、可能性としては。11月ぐらいに1回レコーディングできればいいなっていう、うん、で曲はもうあの
ある程度あるのよ。うん、そうですね。昔書いた曲で未発表になってる曲がありまして、まあ、去るアーティストのために書いてたんですけど、書いてる途中で、これ、かかしだなってずっと思ってたんですよ。それで、まあ、かかし感覚で書いた曲があって、その曲は、まあ、ライブで披露はされてるけど、あるアーティストがね。なんだけど、実際にレコーディングはされてない。いわゆる、プレゼント用に、歌入れだけして、ボケ作って歌入れだけして配った、うん、売ったって経験はあるんだけど、実際の CD としては出てない。出てない。そんな活動もしてるんですか。そうです。でその曲がいっぱいあるので、そうですね、世に出したいなっていう、思ってます。まあ、ね、まあ知ってる人が聞いたらきっとあああの曲だって、そう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 、分かると思う。でも実はかかしアプローチで書いてるので、そう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 、マジっすか、角番とかね、角番ってあのお相撲さんの歌で、そうです、あもうその落ちちゃうかギリギリかみたいな、ね、あの恋に落ちていく、そっちの落ちていく暗いからじゃなくてそういう曲もあるんですか、あの相手とね、お相撲さん同士でね恋に落ちていくっていう角番っていう曲、そうあれいろんなこと土俵際って聞きますけど、恋の土俵際とか聞いたことないですか。それを普通に笑ってもらいますから 笑いながら歌ってもらいますからね。いやこれ俺はそういうところの、その今聞くだけで笑っちゃってますから、あの初期の頃のかかしのコンセプトは、そういう歌を歌って笑わないっていうのがコンセプトだったんですよ。最初のかかしのルールってそこだったんですよ、ね、そこだったんですよ。ライブで絶対笑っちゃいけないというルールだったんですよね。真剣にフォークを歌 そうなんです、だけど変な歌詞っていう、うん、だけど絶対笑わない、そう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 、でもね笑っちゃうんだよね。でしょうね。それ笑っちゃうんだよ。一番最初ヒッサが笑ったんですけどね。ひどいよ。何回かこう歌わない、ずっと歌が来ないところはあったんですか。そう、あるよ。そう。最初笑わないで。金を破ってしまったのが、そう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 、金庫だったんですね。そうですよ。だって広いんだよ。俺ら全身タイツで出たことある。もろもろいろんな走り、萌えやんの走りだったり、あのダウンタウンの笑ってはいけないの走りみたいな感じですし、いろいろ走りですね。やってるんですよ。そのもう長いですから。長いですよね。長いですよね。長いです長いです。あの結成はもう28年。92年ですから。29年ですね結成。で、だから来年30年、来年30年、30周年です。そうですよ。だから30周年記念アルバムを出しますか。いや、アニバーサリーが重たい。すげえおめでとうございます。でも一回ね、はい、こういうご時世ですし、はい、まあ、秋口から今年の秋口からレコーディングに入って、うん、でまあ本格的なライブやるの多分来年の、そうですね、来年の夏とか、ね、お客さん来てもらって秋とかやられたらいいですね、うん、でもそれはちょっと、ね、はい、あれなんで、うん、どうですか、うん、3月か4月ぐらいに、4月かな、4月がいいな、俺らラジオの仕事してるからね、落ち着くのが、あの4月改編とかあるじゃん、はい、で、うんうんうん、仕事が落ち着いてくるのが、まあ、改編あろうがなかろうが、うんうんうん、ラジオ関係者ですから5月ぐらい6月ぐらい、はい、6月ぐらい、分かった、6月にスタジオライブやる、おかかしスタジオライブ配信、これを配信で、あ、うんうん、いいです ね、 ね、でそこをハッピーくんのデビューの場としましょう、うん、あ、いいですね、そうしましょう、はい、うん、あ、そうですね、あのフルライブやりました。本当に初めて聞くよね、これ本当に初めて聞いたからね。違う、俺前回もうかかしチャンネル、かかしちゃんを決めてるのを、あの動画撮ってる時に決めてんだと思って見せたんですよ。そうそう、で今回のこのビッグニュースも今決めますか。そう、今思ってた。ね、いいですね、まあ、状況が今どうなってるか分かんないですけど、うん、まあ、基本スタジオライブってことで、はい、無観客で、うん、だ白井くん大ちゃん入れる、あ、いいですね、入れるか、うん、あの二人ももらって、まあ、どっちかというとハッピーくんよりもかかしの楽曲知ってます、そうですね、奏でてる人たちですからね。
言ってみれば、あの2人のが俺はメンバーだと思ってます、先輩だと思ってます。白井君、大ちゃんと荻野さんだけで、3人で山梨のテレビに出たこと、かかしとして出たことありますよ。かかしって出た。いや、俺、何期生って言えばいいですか。鳥持つ。一回と自分が行けなくて、後でテレビ見せてもらったら、その鬼塚さん、白井君、大ちゃんが3人でかかしって言うんですよ。そう。それも24時間テレビよ。24時間テレビのローカル版。ローカル版、ね、ローカル版の時間に、いきなり、テレレ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 レ意外と変幻自在なんですね。そうなんですか。もう、じゃあ6月、もう6月やりましょう。6月、スタジオライブを、無観客で、ぜひ、スタジオライブで、フル尺でやりましょう。やりましょう。かかしのライブは長いので、うん、3時間半ぐらい、まあ、そうですね、3時間ぐらいは。で、24、5曲やるんですね。うん、そうですね。24、5曲やるんで、覚えていただくということで。6月までね。そうですね。まだまだ始まってますから。覚えられるし、ギターも弾けるし。そうそう、ギターもね。いや、本当そうですね。そうそう。いや、ギターも。そうなんか、G、A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 、ちょっと気持ちいいと思うのも恥ずかしいし。いやーちょっと来年の楽しいよね。いや楽しくない？しびれるね。すごいっすね。それぐらいまでね。うん、だから、うん、まあ、あの、いろいろ、まあ、ちょっと、ギター習ったりとか。そうですね。ちょっと一緒にやろう。練習して。あと、まあ、ね、使えるんだったら、ちょっと許可取ってアーカイブのね、うん、我々のライブ映像とかも、うん、あの、流していったり、うんうんうん、まあ、それら、俺らの見て感想述べたりとかっていうので言ってて、うんうんうん、6月に、あの、うん、ハッピーくん、お披露目。そうですね。ええ。お披露目の配信ライブ。やりましょう。を、フルライブを、うん、スタジオライブで、ライブで、スタジオライブをやりたいと思います。3時間半ぐらいだ。いや、そうそう、半だけでいいですよね、本当に。3時間もう一度、あの、3時間半、4時間近く、一回やったことがあって、はい、あの、やりましたね。そうそうそう、そう、ずっと立ちっぱだったんですよ。座ってなくて、立ってずっとライブやった。そうですね、もうバンドのライブだった。楽屋戻って立ちくらみやした。そういう状況よ。アスリートじゃないですか。さすがにお客さんから苦情が来たから。だってお客さんちょっと立ってるから。4時間あ、お客さんもスタンディングなの？もちろんスタンディングなの。もう本当に一人フェスです。そうですよ。怒られましたね。ええ、怒られました。はい、まあ、そんな感じで、はい、あの、やっていきたいと思いますので。はい。はい。あの、次は何が上がるか分かんないんですけど、はい、あの、頑張りましょう。うん。はい。かかしチャンネル、かかしちゃん、よろしく。ロックンロールみたいな言い方、チャンネル登録もよろしく。